前回ついに開幕したシーズン4、初回からハイレベルなアーティストが挑む中、見事2組のアーティストがセミファイナルへと進出。そして今回も別府羽田を目指し一次審査に挑むアーティスト3組が登場。広島県尾道初の叙情的2ピースバンド、シティライツ。強さと弱さで全てを包み込む東京初4ピースバンド、喫茶コッポラ。自分たちのオルタナティブを信じ表現をし続けるフィルムランド。好きです。忘れられないというか、あの耳に残るもの持ってるなと思います。個人的にですけど、すげえ分かってるなっていう。果たして今回の3組から次のステージセミファイナルへと駒を進めるアーティストは現れるのか。ミュージックゴールドラッシュ、司会の藤田匠です。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン4、一次審査の模様をお届けしていきます。さあ、まずは一次審査ということで、応募いただいているアーティストの中からオフライン審査を通過した3組の番組審査を行っていきます。さあ、前回はシーズン4突入ということで一発目の審査でしたけれども、ゆきとさん、いかがでしたか。はい、一発目から結構ワクワク、個人的にもね、するようなバンドもいたし、既成概念壊してほしいっていう話を、していたら、まあ、そういったね、期待に見合った応募があったので、今回もかなり期待しております。タナシンさん、どうでしたか。いや、ちょっと苦言が2つあって、お、はい、やっぱ古川さんが厳しすぎるなと思いました。なんで苦言なの。なんで苦言なの。いや、やっぱ応募してほしいじゃないですか、いろんなバンドに。シーズン1と違ってちょっとやっぱ屈強なこのメンバーになっている審査員が、はい、だからなのに応募してくる人たちのメンタルがすごいなと思いました。本当にマジで思います。もうね、今日もっと独立になると思いますよ。楽しみです。一バンドも通しません。話のせいです。なんか噂によると、この間のゼップの後、新橋かどっかに飲み行ったって話だ、バンドのメンバー、演者と演者と、いや、そう、あったかいね。すごいね。あったかいのか癒着なのかよくわかんない。いや、でもほら、審査終わってるから。あ、そうか、そうか、終わってる、ね、そうそうそう、終わった。いや、腹黒くて売れたらね、ちょっとなんかあるんじゃないか、まあ、やらしいな。着地そうだったもんね。カットでやりましょう。いきましょう、はい、いきましょう。さあ、今回オフライン審査で選ばれた3組はこちらになります。シティライツ、喫茶コッポラ、フィルムランドという3組になります。この中でセミファイナルに進出するアーティスト、どのアーティストになるんでしょうか。いよいよ審査スタートです。真実の愛ならば越えられると信じていた。幼い頃の眼差しはどこへ。あなたの胸に飛び込むことはもうないけれど、忘れたいなんて一滴もこぼすこと。君の視野は背を合
さあシティライツご覧いただきました。審査員の皆さんに伺っていきましょう。では田中さんいかがでしたか。はい、いや僕はとても好感持ってて、やっぱすごい美しいし綺麗だなっていうところなんですけど、じゃ例えばその歌ってる方がドラム兼ボーカルじゃなかったらもうちょっと普通に見えてるじゃないですか、うん、例えばじゃもうピアノとボーカル弾き語りみたいな。でもなんかそういうところではなく、ちゃんとこの音楽とかこのなんか自分たちが世に出たいみたいなところに対しての情念みたいなのを感じたんですよ。だそこのなんか執念みたいなところに俺はグッときました。だただ綺麗なだけだったら普通で終わっちゃったんですけど、なんかすごい引っかかるものを感じました。そこに対してライブ見てみたいなっていうふうに思ってます、うん、はい。これ以外の音色はあるのかっていうのも気になりますからね。そうですね、だし、うん、なんかどういう表現とかパフォーマンスをするのかなっていうところにすごく興味が今向いてます。はい、原さんいかがでしたか。いやめちゃくちゃ好きっす。そうどこが好きって言われると、まあ、すごく突出してるわけじゃないんですけど、 A メロとかそのサビ その文字数の配分とかが、まあ、ものすごくこう人のこう耳を虜にするマジックがあるというか、まあ、ある意味歌ってるけどラップ的な気持ちよさもあるみたいな、まあ、すごく気持ちよかったですね、はい、好きです。よひとさんいかがでしたか。はい、すごく耳に残る旋律だし、そのポジティブな気持ちになるサウンドだし、まあ、今あまたあるこういう感じのバンドの中でね、この先頭一つ二つ抜けるっていうのもいろいろ課題あると思うんですけど、まずはその声のハイトーンに
に行った時のあの声の感じとかそのメロディーなんか忘れられないというか、あの耳に残るもの持ってるなと思います。まあ、あと気になったのはそのボーカルの方の歌ってるテンションとその音源が絵とあんま合ってないような感じがしたんですよ。だから実際そのライブでどんなパフォーマンスしてるのかなっていうのはちょっとこれはまだその MV ミュージックビデオをまだこう作り始めたからこういう感じなのか、その辺のもう少しこう絵と声歌ってる感じが合ってると思っていいんじゃないかなと思いました、印象としては。はい、続いて古川さんいかがでしたか。はい、1975とかこの10年ぐらいそういうインディーはこういうのがすごい入って、僕もプレイリストとかはこっち系が洋楽の結構占めてたりして、ただそれをあんまり日本人でちゃんとできてないですよね。みんな誰もやろうとしてかじってんだけどの割にはできてるんですけど、やっぱり鍵盤の置き位置とか音色とか惜しいなっていうところがありましたね。まあ、僕はでもまあそっちのジャンルが好きなんでだいぶ脳内再生、本当はこういう音でやりたいんだろうなとか、脳内再生してあげて、だいぶ聴いてあげたところがあるんで、応援はしたいなという、ハニーボッコロみたいなのはありました。はい、さあそれでは寺岡義人さん発表お願いします。はい、今回セミファイナルに進出するのは